こんにちは。タスク上に書いてあるじゃないですか。オータムフォールの像で会おうねです。オータムフォールによく行くぞ。街を見なくていいんですか。いい、先行こうぜ。像、ここだったよね確か。違うな。ここだよね。今一人なんだ。あ、まあ一応。なんかまだ解いてない謎あるな。このみんなもうレイドエリアに向かったよ。遅刻だ。ああ、ああ、装備？シルバーを買っておけばよかったのかもしれないぐらいの感じか。パラシマ、ここだよね。ここに入るから、入り口は見つけたんだよね前回。どうやって行ったか覚えてない。あ、そこか。これまた戦闘になるのか、もしかして。そうだそうだ、一旦なんか戦闘まみれだったからやめて。いや、でも結局外には出たんだよな。外に出るところまでは来たはず。この辺から多分飛ばしたね、これ。どうやってあれ取るのか分かんないよ。オッケー、パラシマ。チームワークを試す試練の解除。パズルっていうよりは戦闘メインなのかな、ここは。左ルート、右ルート、面白そうだね。この人たちはでもなんか何をやるのか知ってる感じだから、まあ付き合ってやるかぐらいの感じかな。実際何をやるんだろう。特定の敵を攻撃する。あ、前回のパートで集中アップしたの良かったかもしれないね。遠距離射撃が素早くなるから。競争ではないだろう。
そうだね、ウォームアップでもう HP が半分だね。こいつはまずいな、本当に本当に下手だ。ちょっと待ってよ、なんか俺回復持ってた気がする。正面来いよ。あいー、これね、遠い。調べですか。だいぶ地味になった。こいつはセーブするぜ。あ、できない。中間セーブ入んないかな。何？なんだこれは。ん？何言ってんの？色は別関係ないのかな。それタイミング突っ込んじゃう。左下のやつってなんか死んでたわけではな、どういう職なんだろう。二人倒さないといけないのに残って先に倒された一体がなんか妨害してくるのかな。セーブ。早い。そうだった、このゲーム集団が一番強いんだった。死ぬぞ。アイテム買うべきだった。確かにアイテムを買うべきだった。これはするのかな。しません。あ、リリーフしないと辛いわ。それよくわかんない。攻撃モードなのか。いって、向こう側にいんねん、一人。ん？倒したでしょこれ。なんか向こうにいるんだよな。あれどうやって、こう回るのか。
降りてこいよベネット。ああベネット。あちょっと体力なあまりにも減りすぎてたね。攻撃は読めない。任せたよ。いってえな、こっち来んな。ナイス。なんか爆撃入れてんの、あいつ。ナイスナイスナイス。何何何、赤だ。わしは赤をやるでよ。邪魔んな。ですね、死にますね。これ死にますよ。さすがプロだ。違うな。素晴らしいコンビネーションだ。僕が体力回復しているうちにみんな戦ってくれる。さすがだ。紫。高めがいいんじゃね。あのニュートラルが回復量がいいからニュートラルにしたいな。紫あとどこ、あれ当たんねえよ。当たんねえっちの。あ、赤やっちゃった。違う、紫全部倒した。赤なんぞ。敵の攻撃がでもこうターゲットが出てくるのもすごい分かりやすいな。ターゲットっていうかここに撃ちますっていうのが来るのがいいですね。赤上にいるな。赤上にいる。これさ、なんかちょっとカメラ引いてマップ全体出してほしいね。まずザコから行く。もしかしてザコって無限に湧くのかな。はい、水没したんで死にかけです。攻撃するタイミングに攻撃するな。そうさ、リッチがやべえよ。紫色に対してなんか属性与えた方がいいとかあんのかな。ブレイクした上ね。なんだこの、おお、やっちゃった。これ落下ダメージでかすぎる。うん、回復しないとまずい。回復しないとまずいっつっても回復モード。そうね、ごめんごめん。マジ左上のこの属性を切り替えてるときに俺左上を見てるからマジで何撃たれてるか全然わからん。これしんどいな。何をこういう動きを求めているのがこのステージやみたいなのがよくわからん。
敵がとにかく邪魔。こうさ、ちょっと回復しといた方がいいとかあるのかな、このタイミングで。もう死にそうだから回復しよっかな。こういう戦い方になっちゃうんだよね。落下ダメージやめてくれ。これ落下ダメージ減少みたいなやつないんかな。ザクも空いてる。あと赤どこ。だからさ、俺はさ、地図の中で赤いやつの居場所を探してるわけじゃん。落下やめてくんない？最初に探すか？なんか上だから、登る場所がないと撃てない。違う。こっから行けってことか。崖の向こう側にいるから、撃っちゃう、当たるんだ。なるほどね。しんどいね、ここ。ゲーム上手い人これどうやって攻略するの？攻略する鍵が分からん。先にザコを借りましょうなのか、もう本当に体力回復するまでゆっくりしてってなのか、何をすればいいんだろうな。その攻撃は避けるようにはしてるんだけど、ターゲット1人に対して避けるのができるんだけど、それ以外のやつが攻撃、雑魚が攻撃を与えてくるのはもうナチュラルに150とか普通に出るから、それがねやってられんね。なんかその辺にフラフラしてるやつが平気で体力奪ってくからな。ここであれだな、雑魚が出るから一旦置いとけって感じなのかな。ガールあるんだ、忘れてた。見てねえよ。わかった、これは俺は辛い。もう辛くなっちゃった。やってれば勝てるかもしんないけど、早く先行きたくなりました。攻撃力だけは強いから、見せてくれよ。なんで俺が撃ってる間に攻撃すんの。ダメージゼロって出てきた。ちょっと待ってよ、どっから撃っちゃいんだよ。こっから真上。このゲーム真上って入力できないのに。火ダメしてるから分かんねえぞこれ。見えねって。それはもうマップの都合じゃん。それはきついぜ。いや、ここじゃ地形がひどすぎ。
RPG っていうか戦闘慣れしてない人間からしたらこれはねしんどいっす。上になんかある。ここってあれなくない？まず倒すのか。ニュートラルじゃなくてもいいんだけど。読めない。青、緑、緑どこにいんの？上にいた。緑と青と緑と青。緑が敵を呼んでる。段差違うと全然食らわないんだこれ。ちょっとザコやばすぎる。ちょストップ、画面揺れるのやめよう。居場所がわからん俺。集中線いらない。ノイズが多すぎ。何するんだっけ。青い子を倒す。グン。俺さ、ザコは他の人に任せてタワーを狙う役じゃないの？なんでザコが俺を狙ってくるの？やめてよ。攻撃与えてるのは俺じゃないよ。表示遠いな。ブレイクって表示が HP0 になることと、なんでイコールなんだこのステージ。わかりにくいよそれは。なんだろうな、なんか防具を固めるとか回避を取るとか、なんかそういう話ではない。敵の散らばり具合によってはなんか運悪ければ絶対負けるみたいな状況になってないこのゲーム。なんか出た。なんだなんだ。データだか。データだ。俺は動くのか。全部2色ずつあるのか。どうやってこれ緑打つんだろう、裏側のやつ。これであの緑打たなあかんねんけど、どうやっていく？わからん。これ正攻法なのか。あのここはそれ以外の敵がいないな。どこにいるんだわしや。ブレイクで死んだね。今何色？赤色。向こうね。
メラが見えねえっつうの。どうやってあそこ撃つんだ。このゲームのやりたいことがわかんねえよ。なんで精細なエイムが必要なところにめちゃくちゃ突っ込んでくるの。どこ。ああ。でなんかボスが出るな。で出ない。あれ HP が残ってたよね。だよね。周囲がバグってる。中退出したら初めからのタイプのログアウトの仕方したらすごい嫌だよね。エルゲンの山道。マップなし。一番最初に出てきた人か。CD マン。CD37。 前戦って倒したよね。でもこの子鍵ロボットみたいなやつを倒した気がする。ワープ持ちなんでこの子。アンリボットみたいなやつ。倒せないっす。それも効かないんだ。霊気で攻撃してきてるってことは斧？ダメージは入ってるけど、なんかあ、ブリックした。場外行かないで。どうなんだろうね。霊気の方がいいのかな。よくわからない。
4つある。持ってないな、多分。まだ知らないエレメントだ。他の攻撃でくら属性入らないとかそういう話かな。あ、なんか食らってるけどこんな食らわせ方じゃ倒せないよね。時間稼げばいいって言われてるから、生き残ることだけが目的なのかもしれないね。そうだね、これ足場が崩れてるから面白い。そこでやらんの、やめてくれ、やめてくれよ。全然ブレイク狙えない。なんでこう尻尾によるんだろうな。真ん中でブレイクするのないのかな。ない。これ何の声や。死にそうになってますね。これ普通に戦ったら何十回も死んでるな、俺。そこでブレイクするのやめて。死ぬかもしれないっていう。間に合わんて。これね、あ、じゃあゲームが悪いっていうよりはもうおっさんの動体視力が間に合わないよ、このゲーム。まだ死ぬな。回復しよっかな。
なんでや。まあ、エレメント入れないとダメなんだろうけど、回復できてない。いやー無理だ、死ぬかも本当に。新イベントだったな。言ってくれ、それは。俺は言ってほしかったな。途切ると途中で中断になっちゃったんだね。ガウタム、ゴータム、あれ、左行って下。なんでだ、なんでだ、本物かこれ。さっきのなんだっけ、カラムリーダーが2人ともここに飛ばされたの。それどころではないだろう。なんだろう、変な話になってきたね。いやー戦闘が難しい、戦闘がむずいむずい。結構今後はもう 20%ガンガン使っていく感じにしていこうかな。戦闘ね、楽しんでるんだけど難しいっていう感じだから、楽しめるぐらいにしたいっていう意味ですね。楽しいんだけどやっぱ
勝てなすぎてちょっとつらい辛いので、すいません、そこは進めるようにレベルを今後も下げましょう。でお疲れ様でした。